どうも皆さんこんにちは、マハクです。ファークライプライマル続きをプレイしていきます。さあ、このオレンジ色のミッションをとりあえずやっていきます。こっち 400m、 これも方向的に逆になっちゃうってのがちょっとあれだけど、あでもまあここをファストトラベルで戻ればいいか。というわけで走っていく。資材回収しもって、いやこれもう満タンか。もうね、こうやってハイライトというかアイテムがあるとね、満タンでも回収してしまう病気があるんでね、ちょっとそこは勘弁していただきたい。まあ、どのゲームでもある程度ちょっと発生する病気なんだけど。お、小競り合いがあるね。あるねってなんだ。起きてるね。この辺から登れる場所、あ、グラップル。あ、でもこっちからでも行けるか。小競り合いがまだ終わっていなければ参加したいところだけど、マーク出ないからもういっか。お、グラップル。この鳥のマークはあれだね、そのグラップルがある場所を示してるんだね。わかりやすい。よいしょ。敵の声がする。赤い葉はまだ取れるかな。取れるね。緑の葉、そっちに敵いるね。やり合ってるね。まずあれをやるんだ。てか1匹しかいないか。おお、やったね。よいしょ。あ、ここから見られてんのか。あれをヘッドショットするには当たった。当たったけど無理だ、遠すぎる。手前は任せた、奥は俺がやる。ドブリー、腕に当たってるね。よいしょ。さらにいる。でも一匹はやった。あの白いマークなんだ。ああ、この中立みたいな。この人は何？なんか味方にできるとかそういうのないの？すげえ焦ってるけど。まあいいや、ほっとこう。前回はちょっとやっちゃったけど。さーて。でかっ。獣狩り。すーげえな。この先ですな。タバル・ヤオダン。そうかい。エリア内の道路をすべて狩る。あははは、なるほど。ってなると、まずはよっ。余裕だぜ。失われしキャンプを発見。以上。投資。投資。なんだお前。手伝ってくれんのかな。あ、結構いるな。お、待って、希少のやつだ。だよね、多分。あ、やっちゃった。早え。
でもこういうのって違うね。これペットしまうってちょっと待ってね。説明あるかな。呼び出すはあるけど帰らせるの。違う。こんなところでしょんべんするんじゃない。まったく。残り3匹の中に希少なやついるかな。上にいるだな、1匹。ほい。とりあえずその辺でじっとしといてもらって。あ、そこにいるわ。あれはノーマルだね。あれならやってよし。なんか変なのが走ってきてるんだけど、あれ人間でしょ、どうせ。人間じゃなかった。道具だった。ほい。外した。これエリア内だから出たら倒しても意味ないよな。エリア内いるか。いないんだけど。エリア内じゃなくても道路だったらいいの。いやでもエリア内だもんな。なんか声がする。お前か。中にいる？いない。あの洞窟の中にいる。ああ、でも、あそこにいるよな。あ、いけた。ミッション完了。来るんじゃねえバカ。うわ、もう道路の川だらけだな。あと一匹どこだ。いた。よし、ミッション完了。んー、じゃあファストトラベルで戻ってで、次はこれだ。200m、200m じゃん、200歩だね。よいしょ。そうだね。あー、この辺作れるか。トラップはどうなんだろうな。いらないっちゃいらないからな。スリング。石をより早く遠くに飛ばすことが可能。大きなダメージを与えられる。ほほほほ。まあ、せっかくだし、作ってみるか。T 長押しでスリングを構えて離して発射。は。石は無限か。あ、そりゃいいな。こりゃいい。敵がいるぞ。あれ。うる。はははは。すげえ。これは使えるぞ。まあ、確かにこれ。当たったら、待って。ほい。オッケー。どう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 。イエー。
まだか。あ、手なずけた。まだ途中だったような気がするんだけど。まあいい。やったー。ジャガーかな？見てみよう。ジャガーだね。あはは、素晴らしい。間違えた。やったねウィンジャー、チャーいや。ウダムウィンジャーシャストラウバハダコアマイナパルワイカワナヤカ。標的排除、標的排除どこですか。マップメニューにクエスト追加。あーここか。あ、じゃあついでに行けそうだね。日がかりこっち行ってから、よいしょ。俺の背後にはジャガーがいるんだぜ。登れ。無理です。どけ。ジャガーさん、足遅くない？んーでもって敵がいると。これ敵倒さなくても弓矢でつけれるんじゃね？敵は2人だけか。2人だけなら余裕だね。ルアリング滝。お前の実力見せてもらおう。強い。よし。ファイヤー。オッケー。それじゃあどっちだ。こっちか。右側微妙なところで止まらんな。なんもないか。よいしょ。おお、何してんだお前。わお、あれはイノシシか。牛？ちょっとやつは何としても片付けてみたいね。さあ行くのです。まずは一発私がぶち込んで。あら、被害に弱い。牛さんか。ヤックか。ヤク、ヤクの皮。ヤクの皮は特には、まあまあ。
待って、後ろにすごい敵の反応があったけど、ないか。よいしょ、どうも。イノシシがキャンプを襲った。ははははは。イノシシを狩りに行く。どこだ？ここか。ここだよね、多分。ちょっとね、ルート的にあまりよろしくない位置だ。こっちを先にやろう。上か。薬ちょっと買っていこうか。逃げるのか。なるほど。まあ仕方ない。いやでも、あ、いるね。ほい、そこ当たったけど倒せてない。諦めよう。でもってこれ近いな。こいつ先に受けるか。兄弟の危機。どうした？おお、待って。あ、味方か。味方というか俺のペットか。ウィンジャーの戦士を助けろ。ウィンジャーの戦士、この上か。敵いる感じ。袋読めない。あ、読めた。場所が悪かったのか。カルーシュてか、こっからあれだな。雪が、ママフ、沸騰池。ちょっとこうか。あ、助けるからあれか。のんびりしてちゃダメだ。ほい。ほい。よいしょ。待って、違う。あら、それでいいの？タウインジャーモカルシブラスタハズナス。おお、すげえな。オーダム燃やすのか。モンマグメファクイヒナチャノミスシュもうお怒り。マグゴワンマスシュラシュブラシタウナチュバドシュマダゴワマスドシュママグシュワダほう。来ました、タシャン。まだ何か来んの？ま、倒して死体を燃やせばいいのかな。ほい。調べてから担いで、また目の前から来てる。ダッシ
まあ、先にちょっとある程度集めるか。ビースト強え。よいしょ。ほい。どこだ？来るんじゃない。ほい。これ多分3人燃やさない限り永遠に湧いてくるパターンだろうな。ほら、カルシュ守ってくれ。よいしょ、2人目。んーで、最後。よいしょ。さあ、これで終わりと。お、マンモスだ。気づかなかったな。ほい。ウダムの戦士を倒せ。あれか？せっかくだからスリングショア。ヘッショー。やったか。前方に敵の反応。ほい。あ、惜しい。よいしょ。ほい。よいしょ。うるわ。アイテム回収からの。ほっ。ヘッショット。この辺から来るかな。ほっ。いや、来ねえな。ほらほら、どうした。登ってるな。どうだ。はい、全然違う。あ、いたー。うん、そこ、よいしょ。どれもいた。体調べ。はい。あら。後ろ。よいしょ。よいしょ。あと一匹。なんか全然こっち来ないな。途中で引っかかってんのか。スリングショット、ヘッショット。終わった。タカ、アルティミー・バルタ、ウィンジャラ・ナルタ・ラジャーシュ、ウィンジャ・ヤオダ・ダッチャヤ、ウンバウダ・ブラシタ。よし。じゃあそのまま横サイラー行っちゃうか。あは、兄弟の危機。近いね。
すげえな、もう向こう完全に雪なんだ。雪、雪ってなんだ雪なんだけど。さあ次のミッション、またか。ワンダリスオルギ、これまた辿るパターンか。向こうか。寒いよこれ。この格好でここに行くのは。出た、寒さとの戦い。あー、やっぱり服がないとダメか。生存するためにキャンプファイヤーに火をつけて暖を取る。ほほほほ、服を作ることができるの。あはー、服これか。あー、なるほどね。それじゃあこれ、ここ行く前に先に作っとかないといかんですな。というわけで、いやでも戻るとまたここまで走るの時間かかるな。でもまあ仕方ない。服がないことには攻略は難しそうだからね。遠いな。いいウィンジャーが多くいる。だが彼の牛は宝のように強く踏んない。そりゃそうだ。作ります。でもこれ狼の皮使ったから作れないような気が。だよね。まあいいや、一応作れるようにはしといて。何このハテナマーク。ミッション受けられる感じか。なるほど、新たに任務を与えてくれるわけだね。せっかく召喚したのに。マンモスに乗れ。ということはマンモスに乗るだね。スキルをゲットできる。あー、この辺いいな。武器の切り替えが早くなる。これを覚えさせて。とか気づいたら6ポイントもあるわんじゃあどう、ああこれどうしよう、迷うねこれは。マンモスに乗れって言うから手助け。ああ、これいいな。22で4だから662。これと、あでもその前にこの辺あれだな、あと1回手助けさせて。だからそうだね、これでとりあえず置いておこう。で、あと一回、手なずければ、こいつを覚えさせられるから。それでいこう。ラッカー、ラスター。んでもって、ついでに受けられるミッションは全部受けていきますか。おお。トーテムのかけら。んで、あと一つですな。
なんだ。シラルワダル。川の水を飲んだら病気になった。あら。川を癒して。腐敗した川。そんな無茶な。そうですね。まあ、今回はこの辺で終了したいと思います。で、ね、マップがすごいことになってるね。もうミッション、まあ、メインミッションやら、なんやらが、さらに増えたね。まあ、とりあえず、ね、サイラのミッション途中なんで、次回はこれをね、進めていきたいと思います。というわけで次回もお楽しみに。それでは、さよなら。